先ほどから中国の汚い金、中国の汚い金って言ってるんだけどね、恐ろしいことだよ。オーストラリア見てください。オーストラリア、中国の金で当選した政治家が中国人専用の法律を作って、じゃん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 中国人が今オーストラリアに入ってます。して、そのエリアをね、一部中国っぽいになってる。通る人通る人みんな中国人ですよ。そんな街までできてるんですよ。これって恐ろしいよ。はっきり言う、恐ろしいよ。これが拡大していけばどうなりますか。市が県になり、県が国になる。で、中国資本で、ね、当選し続けてる権力が大きくなると、その国は中国になるんじゃないですか。いずれオーストラリア自治区になるのも間近ですね。オーストラリア自治区になりますよ。これが中国人の汚い金を利用した、ね、政治家のやり方、国の侵略のやり方なんですよ。はっきり言って侵略ですよ、これ。あなた方、俺たち関係ない、ね、そんなこと興味ない、沖縄はこういうことは起きるわけない。本当ですかね、本当ですか。テレビ、ラジオ、新聞見てください。吉祥寺で起きた中国人による電車の中で注意された中国人がね、男性を突き飛ばして、その男性は電車に衝突して亡くなってますよ。これ中国人が起こした犯罪ですよ。これ知ってる方いますか。1週間経っても全く取り上げない。日本のメディアも全く取り上げない。唯一ヤフーニュースと産経新聞の方だけが取り上げました。全く報道しない。ねえ、なんで日本のメディアは中国人に対する批判、韓国人に対するね、凶悪犯罪、北朝鮮に対する凶悪犯罪、なんで取り上げたがらないんでしょうかね。ねえ、そうですよね。